時刻は夜8時を回りました、今週も日曜日の憂鬱の時間です。始まりました。始まりました。皆さんこんばんは。番組 パーソナリティの、カットしない美容師中間君博と争わない弁護士の工藤敦子です。はい、どうもよろしくお願いします。はい、もう4月も中旬を過ぎて従順すぎてますね。はい、あっという間になりましたけど、はい、この1週間何かありましたか？何かお変わり事とか変わり事とかまあいろいろあるかもしれないですけど、はいはいはい、そうですね。なんか私たまに年に1回か2回手相を見てもらうんですけど、はい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 、この前それで、まあ、手相と四柱推命とかね、生年月日とかも、あとタロット組み合わせてやってくれる方なんですけれども、ちょっとそれで見てもらっていて、はい、したら私、両手にソロモンの輪ができてるって言われて、はい、ソロモンの輪？ソロモンの輪、人差し指の付け根にできる線のことなんですよ。はい、で、なんかその、ソロモン大王が動物と話ができたとか、なんかそういう由来みたいなんですけれども、要するになんかね、割とそのね、指導するような、なんかちょっと人格者とかそういう方に出るんですって。だから占い師とかでもいいですし、あと私コーチングやってるんですけども、そこコーチとかちょっと導くとか、なんかそういう人に出る手相らしくって、で、両手に出るのレアだからって言って写真撮らせてくださってその人が言ってくれて、すごいね、嬉しかったんです。すごいですね。占い師の人もそんな何人も見てて写真撮らせてくださいっていうぐらいだから、よっぽどだったんですね。あ、そうですね、レア手相みたいです。うん、そうなんですよ。中間さん、うん、ついてますね。なんか運があるんですかね、何か。ね、そうですね。そう、私あとスター線っていうのも割と出るんですよ。米印みたいなやつ、手相、はい、あれが出てて、はい、そうそうそう、環状線にこの前スター線で出始めて、これ出始めて、そうすぐ変わるので、ああ、見てるとやっぱり変わって、最近出てて、そうするとなんかこうね、気持ちが満たされてるとか、そういうことなんですって。満たされてるんですか？何なのかな。まあでも、なんか、前よりはそう感じますね。ああ、素晴らしいですね、うん、それは。はい。そういうの興味ないですか？いや、とかあんまりですね、手相自体はそんなに見た、あ、でもそうですね、ちゃんと見てもらったことないですね。ただなんかこう飲み会の席でたまたまその占いとか手相が分かる人が隣にいて、見てもらった瞬間にもうなんかはっみたいな感じで、やばいもの見たみたいな感じのちょっとリアクションを取られて、どうしたんですか、もうすごすぎて言えませんって言われて、その人がすごい気になるんですけど、気になるって思って、それで終わりなんですか？いや何か教えてくださいってとにかく言ったら、いやもうあなたは本当にすごすぎて、なんか一言ではちょっともう表せないぐらい、こんな人見たことありませんって言われて、だからそれでいい方なんだなと思ったんで、まあもうそれ以上聞かなくて、はい、すごいんだと思います。はい、なんですかね、はい、ちょっと今度じゃあ、はい、髪切り行った時見せてください。あ、そうですね、すごいですね、見れる、手相見れるんですね。手相見れる、手相好きです、好きです。自分の手相を見てるだけですけどね、あんまりそんな自分に現れるものは調べますけど、それ以上すごい詳しいわけではないですが、でも、うんうん、好きですね。はいはいはい、そうです。はいや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 、じゃあ、はい、そんなに変わるもんなんですね。変わるんですよ。うん、
変わる変わる、見てても変わります。あ、うん、なんかこれ喋りだとすごい長くなりそう。そうですね。とりあえずここで一曲いきましょうか。そうですね、はい、はい、じゃあ、はい、斉藤由貴さんで悲しみをこんにちは聞いてください、はいはい、なんかもう、はい、今日の話すごいもうコーナーにしちゃってもいいかなと思うような、おー、手相ですか。今日の一言手相みたいな。そうしましょうか。こんな手相あなたにありませんかみたいな。はい、おー、じゃあ次週から工藤敦子の手相コーナーということで。わかりました。ちょっとそれ準備するようにやってみます。はい、ではですね、今日は、一応お便りが届いてまして、うんうん、それをちょっと読み上げてですね、今日の、ネタにちょっとしていきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。ですね、お便りの方がですね、東京都中野区在住の、401KY さんからです。はい、お二人に質問なんですけど、誰でも緊張するときあると思います。例えば試験、面接、発表会、試合、プレゼンなど、そんな中緊張を集中に変えてパフォーマンスを出せる方法って何かありますかということなんですが、いかがでしょうか。401Kさん、ありがとうございます。ありがとうございます。何ですかね、やっぱりそれは緊張しますよね。しますね。しますよね。本当になんかね、スポーツ選手の方とかすごいんでしょうね。そうですね。もう。ね、なんかやっぱこう本当はリラックスするのが一番ですよね。そうですね。あともうその状況を楽しんじゃうとかですかね。うん、ね、なんかやっぱり今緊張することってね、前はやっぱり試験受けるとき、資格試験受けるときっていうのがね。はい。もちろん緊張しますよね。なんかこう型にはめないといけないとか、こうきっちりかっこよく決めないといけないとか、笑いを取らなきゃいけないって考えると、なんか緊張感って出てくるのかなと思いますね。なんか普通にこうやってフリートークみたいな感じで喋ってる時って全く緊張感もないんで、なんかポン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 出てくるんですけど、はいはい、何かこう、なんかこうかっこなんか恥をかいちゃいけないとか、あ、いう時に人って緊張するのかなとか。あ、確かに。まあ、ちょっとスポーツ選手はまた別かもしれないですけど、この 401KY さんからの質問に関することに関しては、そうですね、なんか失敗しちゃいけないとか、なんかそういう時に、多分ですかね。ありますよね。そうですね、司法試験とか、もう絶対負けられない、失敗できないじゃないですか。そういうのはどういうあれなんですかね、心の持ち方で望まれたんですかね。もうだいぶ薄れてしまいましたが、まあ、私ね、前回お話ししたように、司法試験ラストチャンスで受かって、あ、はいはい、もう本当に最後だし、この場を楽しもうって思って、はい、もう好きにしようって思った時にすごく楽に書けたなっていうのは思いますね。うん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 、ね、中間さんどうでしたか。どうですかね、試験の時はもう緊張っていうよりも、もうなんかその1秒争う、美容師の免許の試験とかってもう1秒争うような感じなので、もう本当にちょっとしたミスも許されないみたいなとこはあるので、もう緊張とかそういうじゃないですね、とにかくもうこなすみたいな感じだったので、うんうんうん、あんまり緊張感はなかったですかね、試験。はい、それよりももうなんか最近結構このコロナ禍になって、もうやっぱオンラインでのプレゼンとか、オンラインのなんかそういう説明とかがあるので、その時になんかちゃんと反応してくれてるのかなっていうので、最初はやっぱり緊張しましたね。はい、確かにちょっとオンラインだと反応がこう分かりづらいんですよね。そうですね、そうなんですよ。やっぱりだから対面の人の温かさとかってすごい、うんうんうん、やっぱ大事だなと思いますね。本当に緊張するのは人がいた方が本当の緊張ってあるのかもしれないですけど、はいはい、オンラインってひたすらもう画面に向かって喋るだけなんで、はいはいはい、何かやっぱこう、なんかもう
誰も聞いてないんじゃないかって思った時に結構なんか不安になりますよね。不安になって緊張するみたいな。確かに確かに、はい、ありますね。こうね、目が合った方が笑ってくれたりするとそれだけで勇気になりますしね。そうですね、本当に、うん、どうなんでしょうかね。なんか、はい、これ一応沖縄の番組なんで、でも沖縄はよく沖縄時間ってあるぐらいなんで、なんかふわっとしてるイメージがあるので、はいはい、視聴者の方にもちょっと聞いてみたいですね。本当ですね。緊張する時ってあるんですか？はい、なんかメッセージぜひお願いします。はいはいはい、なんかこうね、飲んで踊ってるようなイメージですもんね。そうですね。そうだ、くつろいでる感じが、うんうん、沖縄の方、うんうんうん。まあ、このようにお便りいただけるととても嬉しいですね。はい、そうですね、お便りがですね、メールアドレスで募集をしています。そのアドレスがですね、797@fmginowan.com、797@fmginowan.com です。ぜひお便りお待ちしております。よろしくお願いします。しております。はい、そうですね、はい、うん、頼りね、どんなお便り欲しいか、うんうん、うん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 、まあ、今いろいろね、世界的なニュースもね、ウクライナの件もそうですね、いろいろあったりとか、はい、なんかね、世界、まあ、コロナのこともね、全世界のお話ですし、はい、もう世界的にいろんなニュースが飛び交ってるところですが、はい、まあ、そうですね。そうですね。私でもね、あれなんですよ。15年ぐらい前かな、10年前ぐらいに2年間アメリカ住んでたことがあるんですよ。はい、ああ、そうなんですね。はいはいはい、そうなんです、ね。そう、でもすごいね、アメリカいいところでしたよ。アメリカのどこに？アメリカのワシントン首都のワシントン D.C. と、はいはい、あと最初の1年、次の1年がシアトルだったんで、ちょうど東と西に1年ずついられるようなだったんですよ。で、はいはいはい、2年目に、アメリカのロースクールの、はい、1年で終わるようなコースがあるんですけれども、はい、そこに行ってて、向こうのね、弁護士の姿とかもちょっと見てっていうところはあるんですけれどもね。アメリカの弁護士の資格も持ってるってことになるんですか？確かに受験資格を持ってるだけなんです、今。はい、なので受験はできるんですけど、まだ受けたことがないので、どこかのタイミングでは受けに行きたいなっていうのは企んでるところです。実際アメリカの弁護士の業界っていうのはまた日本とちょっと違った感じなんですか？そう思いますね。アメリカって基本に弁護士資格があって、はい、その上にこう専門分野として他の事業を取っていくようなイメージなんですよね。だから私弁理士前してたんですけれども、こう弁理士だったらまず弁護士を取った後にその技術的な、自分のバックグラウンドがあるから弁理士になれるみたいな、あ、へー、いう考え方をするので、逆に弁護士試験がとても受かりやすいんですよね。へー、そうなんですね。小村さんに怒られるかな。すごい。そうなんです。だから合格、あ、で週ごとに試験があるので、どの州が受かりやすい受かりにくいはあるとは思うんですけども、割と日本人にとってはニューヨーク州は受かりやすいと言われて、かなりの確率だと思います。頑張れって感じですね。でちょっとそこの日本人のね、司法試験の感覚ともまたちょっと違うんじゃないかなっていうのは思いますね。美容師はどうなんですか？美容師はもう本当にあれですね、その国によって全然資格が違くて、まあ、アメリカで言うと、まあ、結構ですね、日本だと美容師の、まあ、価値とかあんまりそういう言い方したくないんですけど、結構やっぱこう低いく見られてる部分があるんですけど、アメリカはもう弁護士も美容師もですね、まあ、ヘアドレッサーっていうんですけど、すごくこうやっぱ価値が弁護士と同じぐらい高いっていう風に評価されてて、なのですごくこう、まあ、日本でもそうですけど、すごくこう価値がある人はもうものすごい
報酬をもらってるっていうような感じですね。で、完全に分業制で、日本だと美容師の免許って何でもやっちゃうんですよね。着付け、シャンプーとかもカラーリングも全部やるんですけど、アメリカはもう基本的にはカットしかしないっていう感じで、他にそのシャンプーマンはシャンプーマンでいて、でカラーリストはカラーリストがいるっていう感じです、ね。そうなんです、面白くて。なのでシャンプーマンはですね、そこの、サロンからのと契約はしてるんですけど、給与としてはもらわなくて、クライアントさんから、あれなんですか、チップで生活するっていうような感じなんですね。面白い。ハングリー精神があるみたいですね、シャンプーに関しては。そうなんですね。やっぱりなんかすごくアメリカって本当にその分野を極めるみたいな感じですね。そうですね、もうきっちり してますね。まあ、日本もだから若干そういうの取り入れようとしたんですけど、だから日本人ってやっぱ基本みんなやりたがるんですよ、自分で。人に指示がなくて、なんかこう自分職人気質のとこって結構あって、結局浸透しないまま、なんか一応そういうとこもあるとこあるっちゃあるんですけど、まあ、カラーリストカットだけとかってあるんですけど、結局なんか全部やっちゃいたいっていう風になっちゃうんですね。ああ、そうなんですね。そうなんです、なんか。そっか。そのお客さんのことは全部ってことですもんね。そうですね。その人が担当していただいて。はい。なんか、その辺が、まあ、価値観の違いなのか分かんないですけどね。面白いですね。はい。なんか。ね、なんか別にね、どっちがいいとか悪いとかじゃなくて、どっちもいいですよね。はい。でも本当にそれをアメリカ式を日本に取り入れようとした会社さんもあったんですけど、やっぱりなかなかうまくいかないですね。何がうまくいかないかっていうと、その美容師側がそこになりたがらないんですよ。結局カットしたいんですよ、みんな。あの美容師側が、はい、なるほど。カラーリストっていうのもあるんですけど、カラーリストだけで一時期行こうっていう方針のとこって結構出てきたんですよ。でもやっぱり浸透しなくて、で結局みんな独立心が多少あるじゃないですか。はいはいはい、はい、だから独立した時にカラーしかできない人がじゃあ独立できるかっていう部分って結構難しくて。なるほどですね。だから結局みんなやっちゃうみたいな感じですね。やっぱり皆さん独立されることを目標にしてるんですか。そうなのかな、どうなんでしょうね。まあ以前は多分そうだったと思うんですけど、最近はもうその、まあ、自由にはなりたいんでしょうけど、ある程度ちゃんとした会社とか組織だったらそこでやってもいいかなっていう人も結構増えてはきてますね。あ、それだけやっぱ独立してやっていくって本当にしのぎを削ってやっていかないといけないので、なかなかやっぱうまくはいかないし、すぐもうダメになっちゃうので、そのリスクを負うぐらいだったらそのちゃんとした会社である程度やってくれるところでっていうような感じですね。あ、なるほどですね。だってもう東京はもう本当に美容室、まあ、東京だけじゃないですね、日本って美容室の数だけで24万件あって、それどれぐらいかっていうと、はいはい、一応信号機がですね、日本に21万機しかないんですよ。信号機よりも3万多いっていう。すごい。そうなんです。もうだからど田舎でも美容室いっぱいあるんですよ。美容室だけはあるみたいな。確かに見かけますね。そうなんです。ちょっと信号より多いっていうその比喩いいですね。あ、もうそうなんです。これちょっとよくプレゼンで使うネタです。あ、なるほど。いいってなります。はい、ちなみに歯医者さんも多いっていうイメージあると思うんですけど、はいはいはい、歯医者さんで12万件しかなくて、おお、だから倍なんですよね、美容室は。はい、でコンビニも多いっていうイメージあるじゃないですか、東京。あります、あります。コンビニって実は6万件しかないですよ。少ない、すごいね。その美容室どこにいるんだっていうのがお分かりいただいたかと思います。はい、お分かりいただきました。やっぱりそこの中で しのぎを削ってやるってなると、やっぱ本当にもう難しいので、もうやらないっていう選択肢を取る方も結構多いですね。はい、そうなんですね。弁護士どうなんだろう。うん、
なんか弁護士さんもあれですよね、最近よく磯弁とかなんかあのいろいろ、あ、そうそう、いろいろね、ありますよ、ね、働き方がありますよね、ありますね、いわゆる、はいはいはい、なんかパートナーと言われるね、その、はい、ある意味事務所に、まあ、お金入れてる側っていうか、負け手側にいるような方たちと、はい、あの、まあ、その磯弁とかね、アソシエートって言われる、そのある意味ちょっとまあ雇用じゃない形態が多いですけど、まあ、雇われてるみたいな、うんうんうん、方と分かれますよね。はい、まあ、ただ、気質的に多分皆さん独立志向あるんだろうなっていうのは思いますけどね。まあ、そうじゃないと、もう本当の会社の中に入ってね、あ、インハウスとしての弁護士も最近多いですもんね。あ、それはもう一社員としてってこと？一社員です。一社員で、単に資格を持ってる一社員。なんかそれがいい悪いとかじゃないですけど、司法試験通るのってすごい難しいのに、なんかこう独立しないんだなっていうちょっと感想ですね。それがいい悪いとかじゃないですけど、そうですね、そうですね、なんか自由にできそうじゃないですか、一人でやった方が、一人でってこと。そうですよね。だからなんかそこをどっちがいいと思うかだと思いますね、その自由度。でもほら、会社員だったら有給とかあるじゃないですか。はい、でいろんな保障があるじゃないですか、福利厚生も充実してるしっていうので、全然そこがすごいあの羨ましいですもん、私からすると。羨ましいですか。厚生年金羨ましいって感じです。だからそこ保障されてる良さもすごいあるなと思って、まあね、ただ結構時間、その代わり時間の拘束はあるのかなっていう感じますね。僕はもともと独立心とか全然なかったんですけど、まあ、実際独立してみて、もう人のあれですね、雇われるっていうのがもうちょっと無理ですね。どんなことあってももうちょっと自分で自由にやりたいですね。素晴らしい。でもね、私もそうです。なんかその保障とか安心とか、確かにそれいいのかもしれないですけど、そこよりも自由の方が魅力を感じます。私もあのこの机に何時から何時までいなきゃいけないとか言われたら苦しいですね。そうです。っていうところで、もうだいぶもうお時間がわずかとなっております。はいはい、そうですね。はい。なんかね、なんか沖縄の皆さんってすごい独立心ありそうな気もしますけどね、自由に。そうなんですかね。どうなんですかね。そうなんですかね。どうなんでしょう。なんか、まあ、南に行けば行くほど結構こう平和なイメージがありませんか。あ、ありますね。そうとかじゃなくて、あのなんかこう時間がこうゆったり流れてるっていうか。うんうんうん、ありますね。だからなんか沖縄の人は多分縛っちゃいけないんだと思います。そうですね。拘束は縛っちゃいけない。じゃあ私たちも会うかもしれないですよね、沖縄の。ね、沖縄は会うかもしれないですね。ね、はい、いいですよね。じゃあ沖縄行かなきゃ。そうですね。まあ、毎週言ってますけどね。はい、毎週言ってますよ。来たい。はい、じゃあそろそろお時間ですね。はい、お時間ですね。お時間です。はい、早い、早いですけど。はい。ね、はい、今日聞いていただいてありがとうございました。はい、ありがとうございました。では、また、この、これ、毎週日曜日の8時、夜8時からやってますので、ぜひ。また、はい、はい。来週お会いしましょう。はい、お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。はい。